ロナウドのパーティーでの振る舞いが衝撃すぎた www。インスタグラムで21万人以上のフォロワーがいるスウェーデンの女性インフルエンサーであるサンネ・ヨゲフソンが、クリスティアーノ・ロナウドとの飲み会での出来事について話した。ダグブラデットによれば、サンネ・ヨゲフソンは、これまで最も不快だった有名人との遭遇はと聞かれ、数年前にロサンゼルスの高級ホテルで出会ったクリスティアーノ・ロナウドのことを話した。ロナウドのマネージャーが私の友人のことを気にしていたようで、ビバリーヒルズホテルでの飲み会に誘ってくれた。ただ、私たちはあまりよく会話ができなかったわ。飲み物を注文しようとしたら、彼は、水が欲しい。シックスパック、腹筋、維持したいからね、と言った。彼と話すことはあまりないなと思った。さすがゴート。この行動ができるから、彼は全てを手に入れたんだよ。ロナウド様と飲み会、できるだけで感謝しとけよ。むしろ、やっぱりクリオナ、本当にストイックなんだ。で興奮するところでしょ。飲み会で水だけ飲むのおもろくて好き。むしろ飲み会に来てくれるだけ感謝しろ。練習後、チームメイトの家に夕食誘われて、食い終わった途端に、さあトレーニングだ、と言い出すマジモンの修行僧だぞ。この記事はただ、ロナウドの好感度を上げるだけ。ロナウドに媚び売って褒めちぎる、奴よりはマシ。